こんにちは、たくみです。このたくみの世界の果てまで嫁探しチャンネルを始めて丸2年が経ちましたが、今からファンクラブを始めたいと思います。いつもご視聴いただいている皆様のおかげでチャンネルが大きくなって新しい試みをする心意気ができました。皆様本当にありがとうございます。さて、早速ファンクラブの概要を説明させていただきます。今回は皆様が最も使い勝手がいいであろう YouTube のメンバーシップ機能を使ってファンクラブを始めたいと思います。入会も大会も YouTube 上で簡単に行えます。そしてファンクラブは2つのグループをご用意しました。1つはデジタル、いわゆるインターネットやスマホ上でのデジタル会員グループです。もう一つはリアル、つまり実際の現実世界で僕に会えるなどのリアル会員グループです。まずはデジタル会員の概要のご紹介です。デジタル会員の特典は大きく2つです。1つ目は会員限定の動画公開、2つ目は会員限定のバッジです。料金は月額190円です。次にかなり濃い内容のリアル会員の概要のご紹介です。リアル会員のメリットは大きく7つです。さらに追加で僕個人からお返しも用意しております。1つ目は僕の居場所公開で実際に僕に会うことができます。2つ目は僕のスケジュール公開です。これも先々にスケジュールを組んで僕に会うことができます。3つ目はリアル会員限定の実際世界でのイベントです。4つ目は1番と2番に追加されますが、お会いした時に僕が強制的にご飯をご馳走させていただきます。5つ目はメンバー限定のライブ配信です。6つ目はスポンサーとして匠の世界の嫁探し旅チャンネルの動画内に提供名をがっつり入れさせていただきます。7つ目はファンクラブの売り上げのうち数パーセントを僕が自ら主導責任を負う形で海外の人道支援に寄付させていただきます。そしてこれは特典ではなく僕からのお返しになるので、まだ確約はできませんが、僕は将来高価格帯の少人数限定の宿泊業をしようと計画しており、そこでの無料宿泊および無料でのお食事等などの提供をさせていただきます。そしてこちらのリアル会員のグループなのですが、人数が増えすぎても僕の負担が限界に達するので、人数を限定させていただき99名限定とさせていただきます。料金は月額4万8000円です。それではデジタル会員について詳しくご紹介させていただきます。デジタル会員の特典の一番の目玉は会員限定の動画公開です。本当にありがたいことに、匠の世界の嫁探しチャンネルを運営していて、最近は動画投稿お待ちしていました、動画投稿本数を増やすことはできませんかなどというありがたいコメントをいただくことがあります。しかし現実には相手が女の子、しかも可愛くて風俗上でもない女の子が相手なので、動画の本数を増やすことができていません。これが普通の旅チャンネルまたはプロ相手の女の子の動画なら、お金の許す限り無限に動画が撮れます。なので会員限定で海外嫁探し、海外彼女探し、海外移住、海外長期滞在、早期リタイアなどを主にテーマに、全体公開では言えないやばい内容や情報を批判大炎上覚悟でゴリゴリ紹介していきます。あなたは海外での女性探しや海外長期生活にご興味がおありでしょうか。限定公開動画では約700日間の海外女性相手生活で僕が得た情報、テクニック、戦略、方法論、実践心理学から哲学まで詳しくご紹介します。また約7年間国の数で言えば少ないですが、約40カ国で滞在した僕の海外生活で得た有益な情報なども発信していきたいと考えています。風俗上ではない生の素人の女の子を落とすには中長期滞在が必須です。僕の世界の果てまで嫁探しチャンネルでは英語や簡単な現地語を話すので、動画下部分の字幕を目で追わないとなかなか見れないチャンネルです。なので視聴者様の時間をまるまるご利用いただいてご視聴いただいている現状です。なので限定公開動画では耳だけを使ってご視聴できるようにラジオ形式で発信していきたいと考えております。
お忙しい方も通勤中やウォーキング中、入浴中などに耳だけを使ってご利用いただけます。さて次にリアル会員について詳しくご紹介させていただきます。特納の他のチャンネルやファンクラブには絶対にない内容がてんこ盛りになっています。また当然のようにもう一つのデジタル会員の特典も全て受け取れます。まず一つ目のメインの目玉ですが、僕の居場所をお伝えするので実際に僕とお会いしましょう。近年はタイ旅行の人気が爆増しており、僕はタイにいることが多いです。特にバンコクは日本の各都市からかなりアクセスが良いので、ぜひバンコクなどでお会いしましょう。また今現在のように日本に帰国することもとっても稀にあるので、その時に日本でお会いできたらすごく嬉しいです。実際にお会いしていろいろおしゃべりをしたり、一緒に下町散歩などをブラブラできたらめちゃめちゃ楽しそうです。2つ目ですが、1つ目のメリットを取りこぼしていただかないために、僕の行き先スケジュールを公開します。お仕事などをしていてきちんとスケジュールを組めないという方などのために、僕のスケジュールを公開いたします。この2つの項目ではリアル会員加入即日即時から有効とさせていただきます。しかし僕も移動があったり、女の子から当日土砂券の中、悲しみの中移動なんてことも日常茶飯事ですので、1週間後、1ヶ月後、1年後にお会いする方などもスケジュールを立てやすいかと思います。また相手の女の子などの気まぐれで予定を変更することもありますが、視聴者様と同じ街にいれば女の子とお泊まり中でも抜け出して会いに行きます。挿入中であれば4時間ほどお時間をいただくかもしれません。3つ目はリアル会員限定のイベントです。僕のことを好いてくれている方や、匠の世界の果てまで嫁探しチャンネルのファンの方で、少人数限定のイベントを開催いたします。また僕のコーディネートの難易度が爆上がりするので、将来の話になるかもしれませんが、現地のローカルの家にホームステイをしたり、雰囲気のいい田舎のビラなどに一緒にお泊まりなども計画したいと思っています。ただの飲み会でもかなり楽しいものになると思いますが、他のチャンネルでは絶対にないような特別なイベントを立案したいと思っています。例えば大姫の屋台街で素人の現地の女の子をご一緒にナンパしながらご飯をおごるなんていうのもめちゃめちゃ楽しいかと思います。そして少人数限定の参加とはなりますが、他の視聴者様も素敵な方ばかりだと思います。僕のチャンネルでは相手の女の子や僕、社会に対して失礼な方は秒で完全ブロックをしているので存在しておりません。なので必然と素敵な視聴者様だけの参加になるので、参加前からご安心していただけます。僕を含めて同じ趣味の視聴者様同士でつながって友達になっていただけたら、かけがえのないつながりになると思います。この点も他のチャンネルのイベントとは違って、参加前から参加者が素敵な人だと確定しているので、ご安心してご参加いただけます。4つ目はお会いした時に僕が強制的にご飯をご馳走させていただきます。リアル会員になられるような方は、年下や女の子との相手のお食事の時は当然におごるような方たちばかりだと思います。なのでおそらく年下かつ貧乏な僕が強制的にご飯をご馳走させていただきます。なぜこのようなリアル会員様に求められてもいないような寄稿をするかというと、僕がこのチャンネルを運営したり女の子とデートをしていて、相手の女の子にとって安くはないご飯やプレゼントをいただいたり奢られることが多々あったんですよね。もちろん断って払ったりしようとするのですが、その場の雰囲気が悪くなって自分の自己満足が満たされるだけなので、最近はさっとおごってもらい、深々と頭を下げて丁寧にお礼を言って、その後倍返し10倍返しをするようにしております。こういうおごられ方をするリアル会員様は、心の中でむずがゆい思いをしたり、今までにはない違和感を感じるかと思います。その普段であれば絶対にしないおごられるという体験をぜひ味わってみてください。僕の甘の弱な愛情表現です。5つ目は
リアル会員限定のライブ配信です。 YouTube メンバーシップの特典という形で言うとこれに該当します。といっても普通のライブではなく、次に実際に少人数で会う時などのお話をしましょう。普通の配信者がやっている質問に答えるなどは実際に生で会って満足いくまでおしゃべりしましょう。もし実際には海外には行かない、実際には僕に会わないがリアル会員に加入したいという方がいれば、その方のためにライブ内容も即変更いたします。6つ目はあなたの言いたいこと。提供名、スポンサー名、企業や YouTuber 様の広告として、たくみの世界の嫁探しチャンネルのメインチャンネルの中にがっつり提供名を入れさせていただきます。概要欄や他の SNS ではなく、本動画内にがっつりと提供名を入れさせていただくので、半永久的にご覧いただけると思います。提供名ですが150文字以内で、 YouTube の規約違反にならない形で、お名前、企業名、提供名、スポンサー名、ニックネームなどでお願いいたします。YouTuber の方が自身のチャンネルの広告のためにお使いいただくこともできます。僕がたくみの世界の果てまで嫁探し旅チャンネルを運営するにあたって、動画1本を投稿するにあたり約5万円の費用が僕のポケットから飛んでいっています。毎日のホテル宿泊費、毎月購入する航空券代、電子機器等、僕の時給を100円計算しても莫大にかかる編集費、その他さまざまな現地でかかる諸経費などを日割り計算ですると、約1本あたり5万円以上の費用がかかり、現在では120本以上の動画を投稿しております。ゾッとする赤字ですね。リアル会員になっていただけましたら、 YouTube 側の取り分約 30% を差し引いた額を動画の一部費用に充てれます。そのリアル会員様のおかげで、他の視聴者様が普段通り無料で動画をご覧いただけますので、提供名、スポンサー名、個人名、ニックネーム、企業名や YouTuber 名などを本動画内にがっつり入れさせていただきます。1ヶ月ごとの加入にあたり、メインチャンネル2本分に提供名を入れさせていただきます。リアル会員様、本当にありがとうございます。あなたのおかげで他の何万人の視聴者が無料で動画を今まで通りお楽しみいただけます。7つ目なんですが、少額からのスタートにはなりますが、リアル会員様の売上の一部を海外の人道支援に充てさせていただきます。十数年前に海外 NPO 派遣で単独でカンボジアに1年、インドに1年、ネパールに1年現地派遣していた僕が主導責任を負う形で海外人道支援を始めます。現地 NPO にお金だけ投げて委託するなんてことはしません。また団体に寄付するなんていうこともしません。僕が主導で実際に現地で活動して、活動内容もご報告させていただきます。日本は世界でかなり稀な海外に支援や寄付を行うと毅然と叩かれたりするかなり得意な国です。その影響もあって、日本は海外支援がかなり少ない上に内容もとても弱い国です。もちろん海外では真逆ですし、そのような日本で誰がお金を寄付してまで叩かれたいと思うのでしょうか。皆様は大きな団体に寄付したり、街角の募金箱に寄付したお金の何十パーセントが現地に実際に届くと思いますか。70% でしょうか。はたまた半分になって 50% でしょうか。一般的なこの業界の答えでは、なんと 10% 以下です。100万円寄付したら90万円は諸経費で溶けます。3年間現地で活動した僕の経験では、他の団体を見ていると実際に寄付したお金のうち泣いている人に届くのは約 3% 前後です。なので僕が直接現地に行って、僕の給料であるリアル会員様からの売上の一部を直接支援に充てたいと考えております。支援内容はまたライブ配信などでお話しします。十数年前にインドのスラムに入り浸って完全潜入支援をしていた時は、強盗に挟まれてナイフを心臓に突き立てられ、ホールドアップを食らった完全無防備状態で、全力顔面グーパンを食らって
鼻血を撒き散らしながら眼鏡を割られた苦い経験などもありますが、また懲りずに少しずつ海外人道支援を始めようと思います。リアル会員の方も会費の一部から支援寄付をされることによって、裏で周りからまたは自分の心から偽善だと蔑まれるかもしれません。そんな周りの人やあなたの心に僕は堂々と言いたい。偽善で結構、やらない善よりやる偽善や。いや、昔の僕の本業だったので熱くなりすぎました。全体公開の場ではこれぐらいにしておきます。さて次からは僕のやりたいこと、僕の将来の夢になるのでまだ確約はできませんが、将来僕が始める高価格帯の少人数限定の宿泊業で無料宿泊および無料のお食事提供などをさせていただきます。これは僕の次の夢であり、やりたい仕事でもあるのですが、世界で唯一の宿を作りたいと考えております。現在の案では海外国内を問わず、緑あふれる静かな場所で世界に唯一独創的な宿を作りたいと考えております。僕は昔、三重県亀山市の山の中の渓流沿いにあるとても綺麗なオーガニックカフェ兼キャンプ場、現亀山キャニオニング X アドベンチャーズキャンプ場に、僕が全て設計、施工、出費したツリーハウスを建てました。あっちゃん見てる？あの時はありがとうね。もう10年以上前に建てたものですが、 Google マップの情報で調べたところ、現地の渓流沿いの湿気や台風などにやられず、木造にもかかわらずまだ残っているようです。小学校に上がる前から大工の棟梁であった祖父の工場に入り浸って、木材やトンカチなどでインテリア用品を作っていた経験が生きたようです。山や渓流、綺麗な自然が好きな方はぜひ三重県を訪れて僕の建築を体験してみてください。このように独特で綺麗な自然の癒しがあって、ご飯や飲み物もとびっきり美味しい宿を何段階も質を上げて作りたいというのが僕の夢です。匠の世界の嫁探しチャンネルで出会った女性とそういった宿を一緒に作れたらなお最高ですね。もちろんそうなったら全工程を YouTube で発信いたします。しかしこれには全く費用が足りないので、費用の目標金額を5000万円と見積もっても、リアル会員様の1ヶ月分の会費のうち YouTube 側の取り分約 30% を差し引いた額を全投資したとしても、約1700ヶ月分140年分かかります。たとえ5名の方が継続して加入していただいても、始めるには28年かかる計算で、現実的な数字ではありませんね。その上、先ほど申し上げた通り、メインチャンネルが大赤字ですので、僕の生活費、諸経費などを差し引いていくと、出ていくばかりで何も残りません。このままの僕の実力では300年ほどかかるのではないかと思います。しかし夢を諦めるのは嫌なので、日々 YouTube チャンネルを一人で全て運営して、毎日毎日12時間ほど働き続けて、今日で勤続約720日目ぐらいにあたります。労働基準法完全無視の働き方をしております。なのに全く心が折れる気がせず、起きた瞬間から寝るまで視聴者様のおかげで毎日楽しくお仕事をさせていただいています。この無謀なプロジェクトが実現して、無料で泊まりに来てくれる視聴者様と会える日のために日々精進しております。実際に僕に会う予定はないが、僕の夢を面白いと思ってくれた方や、匠の世界の果てまで嫁探しチャンネルのファンの方はリアル会員になってくれたらめちゃめちゃ喜びます。ぜひ応援をよろしくお願いします。最後にデジタル会員の会費ですが、今日から20ヶ月限定で月額190円から 50% 以上割引の最低設定料金の90円でご提供させていただきます。 YouTube でメンバーシップを行っている他の YouTuber 様の会費は約9割の方が月額約500円に設定しています。その方々の5分の1の価値があると思った方や、一度メンバーシップに入ってみようかなと思った方はぜひお試しされてください。
またリアル会員様のライブ配信機能はメンバーになっている時しか YouTube の機能上ご利用いただけませんが、他の僕に合う提供名を入れる、僕が強制的にご飯を奢る、将来僕が作った宿に無料宿泊、無料のお食事等の提供などはケチくさいことを言わず、1ヶ月だけ加入されて退会された方でも大会後でも各1回分有効とさせていただきます。これらのメリットは公平に先着加入順といたしますので、ぜひご加入ください。それでは実際にあなたとお会いできる日を楽しみにしております。最後まで長々とご視聴ありがとうございました。